今あのテレビの中でたくさんのバッシュを浴びて、あの人は泣きながら苦渋の表情浮かべているのか。正しさとか間違いだとかむさぶり食って正義だけ満ち足りて語らうことはもうないの。遠く知らない人の幸せに怯えながら、君は君だけの言葉さえ踏み出す